あつおちよちです。こんにちは、えっちゃんです。そしてこんにちは、ももみゆりです。本当に言えてないんじゃないですか。本当に言えてない。はい、今回はですね、はい、クリスマス風の形をしたクッキーに、はい、アイシング、まあ、ちょっと作ってあるんですけど、砂糖に色をつけた液体風のものを使って柄を描いていきたいんですけど、今回はアイシングから作っていきたいと思います。イエイ。まあ、今回のアイシングクッキーの材料こちら、クッキー、パウダーシュガー、水、以上です。じゃあ早速、最初にパウダーシュガー、こちらはですね、砂糖とコーンスターチが入っているものです、はい、こちらを使いたい量ぐらい適量入れます。じゃあちょっとフォームさんに入れてもらいます、はい、結構もうこれぐらい入れちゃってください。はい、大量です。大量、割と多めに入れた方がいいですね。ちょっとポンポンプリンって言ってみてください。ポンポンプリン。続きまして、お水を小さじ1杯この中に入れてひたすら練ります。はい、はい、では箸でぐるぐる混ぜちゃってください。これね、結構大変、全部ちゃんと水と混ざるまで一生懸命混ぜてください。水飴みたいな。そう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 、そんな感じですね。今日のポンポムユーリクッキングって言ってみて。今日のポンポムユーリクッキング。ああ、いいじゃないですか。クッキング動画とかどうですか。クッキング動画、なんか焼きそばとかなんか作りますか。ああ、焼きそば。そのチョイス。焼きそば、うわ。これぐらいちょっとね、とろっとしてくれば大丈夫です。はい、はい、先ほどのね、アイシングは白かったんですけど、着色料を入れるとこんな感じにいろんな色は作れます。おー、ちょっと今回はこのカラフルなアイシングを使って、はい、こちらのクッキーにそれぞれデコレーションをして食べたいと思います。イエーイ、美味しそう。ね、普通に美味しそうですよね。美味しそうだね、これね。見えないかな、透明だと。はい、じゃあ使いたい色が決まったら、このビニールをこのように先を尖らせるように円柱のようにします、うん、この中にスプーンでこれをすくって入れて、そういうことね、入っていきます。なるほど、こんな感じだよね。はいはいはい、あ、こんな感じね。かけてる、かけとる、かけとる。おお、かわいいかわいい。はい、なんか垂れた垂れた。オッケーオッケー。クリスマスといえば、サッタさんっているんですかね。いますいますよ。何をおっしゃいます。やっぱいるのかな。いますよ。何を言ってるんですか。サッタさんに会ってみたい。うん、良い子にしないと会えないんだよ、サンタさんって。本当？そう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 、いい子にしないと会えないんだよ。本当に会え、ねえ、あなた何作ってるの？あー、超かわいい、あー、超かわいい。あれ？あれ？あれ？完成！完成！まあね、それぞれ個性がかなり出たんですけど、そうだね。まあ、美味しそう、美味しそうなの で、 美味しそうですよ、ね、みんなで食べていきたいと思います。はい、いただきまーす。これ食べたい人いいですか。いいや、食べよっか。いただきます。うん、おいしい。なんか甘くなるから美味しいですね。うん、普通に美味しい。紅茶かコーヒー、うん、こっちの方がいっぱいついてるから濃いよ。食べる。垂れてきてるもん。まあ、というわけでね、はい、美味しくアイシングクッキーも作れて、まあ、クリスマス、これからパーティーとか友達にプレゼントあげるときに手作りクッキーも一緒に入れてみてもいいかもしれないです。バベ。かもしれませんね。はい。はい、それではこの動画が面白かった、楽しかった、やってみたいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。またねー。